2021年11月20日は、麺屋雄大に来ました。今日は土曜日でありますので朝ラーがやっております。訪問したのは朝ラータイムの、8時であります。麺屋雄大の、朝ラーは、初でございますね。はい、この時は、朝の鶏中華そばの醤油を注文しました。口元がリム状になっている形状の鉢に醤油の発色感がすごく美しいですね。それで具は、小口切りの青ネギ、糸唐辛子、一口サイズにカットされました鶏もも肉チャーシューにメンマでございます。鶏だしにチー油に、醤油だれという構造でしょうか。シンプルな感じがですね、見た目からも伝わってきますね。丼に対して若干大きめのレンゲ、めちゃくちゃ綺麗ですね。醤油とチー油の感じがめちゃくちゃ綺麗であります。はい、それでいただきますと、まさにですね、朝にぴったりの鶏醤油という感じで、第一印象、あの醤油の、コクと、醤油の柔らかな甘みを感じますね。朝にぴったりの、優しいですね、飲み口、ではあるんですが、鶏と醤油の、組み合わさり、融和、相乗となりますと、醤油が、優しく引き立った、鶏だしとチー油によって優しく、引き立てられた、飲み口でありながらも香ばしさを感じます。シンプルな、鶏と醤油の関係性にですね、香ばしい風味と、優しさを感じますね。はい、それでは、美味しそうなですね、ドストレートな感じの麺をいただいてみたいと思います。中太の感じでございますね。すすり上げますと、滑らかさ、ぬめり、ドストレートな、ツルツル感もなんか口の中に含んで、すすり上げても滑り落ちそうなぐらいの、すすり心地の滑らかさとぬめり感が半端じゃないですね。適度なもちっと感に抜群中の抜群の喉越しの良さ。麺屋雄大の麺はやはり、実に美味しいですね。麺の中太平打ちの感じがですね、面白いですね。面白いですし、実に麺とスープ合っておりますし、で面白いと感じたのはやはり麺が主軸になっているところ。なぜ主軸になっているかと言いますと、他では味わえない、中太平打ちな感じながらも、このぬめりと滑らかさ、ツルツル感が半端じゃないぬめりと滑らかさ、故に喉越しパーティーなんですけれども、なので、この麺とスープが、面白いながらも実に合っております。メンマは、コリコリでございますね。ひそかにですね、小口切りの青ネギと糸唐辛子を混ぜ合わせていただいておりますが、香りがめちゃくちゃ、ぴったり、引き立っておりますね。スープがシンプルがゆえになお引き立つという感じですね。そして、こちらの一口サイズの、鶏ももチャーでありますけれども、結構食べ応えがありますね。一口サイズながらも、食べ応えがあり、味がしっかり染み込んでおりますね。見た目的にはですね、チャーシューそんなに多くなさそうなんですけれども、実際食べてみますと、最後まで食べてみますと、鶏ももチャーが、一口サイズながらも、大量で結構ボリューミーであります。本当に680円でいいんでしょうかというふうにですね、着地してしまいますね。サービスマインドは素晴らしいということですね。いいですね、この麺のすすり心地、自家製麺のすすり心地でありますけれども、麺とスープ、スープがシンプルがゆえに麺が主軸になっている感じでありますが、シンプルな鶏醤油という感じでありますけれども、醤油だれはこだわりがありましてですね、福島県会津高砂屋の薄口醤油と、宮城県東田郡三里町の、蒲田醤油の、濃い口醤油をブレンドしておりますね。
素晴らしいあの醤油の蔵のですね、醤油を使っておりまして、やはり、なのでですね、本当に美味しい醤油なので、醤油が、引き立つんですね、引き立っております。で、この辺りのですね、中盤から後半にかけても、それほどあのスープの表情は変わりませんね。普通はですね、麺の小麦粉がスープに中盤以降は溶け込んできて、スープ第2段階に入ってくるんですけども、第2段階に入ってきて小麦粉が溶け込んでいく効果で中華そばの量を呈してくるような感じなんですけれども、当然若干まろやか、全体が混ざり合わさってはきますけれども、割とですね、あまり表情が変わらず、キリッと醤油が引き立ってる感じが変わりません。醤油の引き立ち方は、キリッとしており、醤油感は、柔らかな甘みを感じる、コクの中に、醤油のコクの中に柔らかな甘みを感じる、その醤油感を、醤油感の裏にはですね、構造には、鶏だしが、醤油を、引き立て、香ばしくも、引き立て、そして、チー油の感じがですね、チー油の販売が、醤油を、引き立てておりますので絶妙な販売でございますね。チー油が強すぎないのがまさにこれも朝にぴったりの感じでございます。で、何よりこの、めちゃくちゃ非常に美味しい自家製麺でございますね。麺が主軸に、なりきっております。個人的な見解ですけれども、別にラーメンというのは麺が主軸になる、必ずしもなる必要はないと思います。ですがこのシンプルな構造の場合はシンプルがゆえに、混じり気が、よりよりないがゆえにですね、麺をすすってる感覚が感覚として非常に強くなりますから、やはり麺が主軸の感じの方が、よりよりこのシンプルな一杯の場合は美味しく感じますね。ラーメンとして美味しく感じますね。はい、麺屋雄大の、土日朝ラー、朝の、鶏中華そばの醤油でございました。実に実に朝にぴったりの、一杯ながら、鶏醤油の感じの中でも醤油の、旨味が引き立つ、抜群に美味しい、鶏醤油の一杯でございました。タンメン専門店の、土日朝ラー限定という感じでさらっとやってる感じが、あると個人的には感じるんですけども、超本格的な鶏醤油の一杯でありますね。実に実に、美味しくいただきました。本格、鶏醤油、本格型鶏醤油の、一杯でございました。余談ではありますが、この日は朝ラーを終えた後に、龍泉寺の湯に行きました。朝ラーに、銭湯温泉最高でございます。特に冬は、染み渡ります。ご視聴いただき誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それではラーメン変人によるラーメン専門チャンネルでございました。